コキンボは、チリのコキンボ州にある、港湾都市でエルキ県の県と、パンアメリカンハイウェイが通る。ラセレナの南 10km の谷合いに位置し、人口40万以上のクレーターラセレナを、形成している。面積は港を中心として、1429.3平方キロに及ぶ。平均気温は14度前後で、降水量は少ない。1550年、 スペインのペドロデバルデビアが国禁防の天然港を占領した。1840年頃から金や銅の積み出し港として重要性を増し、イングランドをはじめとするヨーロッパから多くの移民が入植してきた。1867年に調整施行された。2018年10月20日、サンティアゴで発生した地理暴動に伴い、国禁防にも月末にかけて、 夜間外出禁止令が出された。国立統計研究所が行った2002年国勢調査によると、古今母市の人口は163,036人で、ある。このうち、都市部には154,316人が、農村部には8,720人が住んでいる。前回の1992年の調査に比べ、人口は32.8%増加した。市は、 議会が行政を司り、4年ごとに選挙で選ばれる、市長が統率する第4級行政区画に位置づけられる。現在の市長は、クリスチャン・ガジェギー・ジョスベガである。国政では、上院の第4選挙区と下院の第8選挙区に属する。第4区選出の上院議員は、ゴンサロ・ウリアルテとホルヘ・ヘピサー・ロソと、第8区選出の下院議員は、 ペドロ・ベラスケスとマティアス・ワルケルである。国ンボは、この地域における工業と海運の中心地である。発展は、急速に進んでおり、1992年から2002年までで32.8%の成長率を記録した。南のグアナケロスやトンゴイといったビーチの町へ向かう、中継地として、観光業も盛り上がり始めている。海運では、 果物や鉱山で産出される銅が重要である。この地域ではワインも作られる。プリメーラディビシオン B に所属するコキンボニードというサッカークラブがある。17,750席のフランシスコ・サンチェス、ルモローソ市営競技場を本拠地としている。最大のライバルはデポルテス・ラ・セレナである。コキンボの海岸に海賊が襲来したとの言い伝えからロスピラタスとのあだ名がある。 ありがとうございます。